幸せ城城都の城。今回は4月末にリニューアルオープンする関の公園をご紹介します。都城 PR 課の森田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。関の公園はアウトドアブランドのスノーピークが管理運営するそうですね。そうなんです。スノーピークというと機能的なアウトドア用品で有名ですよね。はい、アメリカや中国、韓国など世界的にもショップ運営をしていて、日本や韓国で10カ所以上ものキャンプフィールドを経営しているんです。そのスノーピークのプランでリニューアルするんですね。はい、広大な関の公園の3カ所がリニューアルされます。ここから見える田園風景もまた素敵ですね。はい、ここ関の茶屋は気楽に立ち寄れるカフェに代わり、こちらのデッキテラスや室内のカウンター席で軽食なども楽しんでいただけるようになります。この下にはキャンプ場もありましたよね。はい、北前キャンプ場も流し台やトイレ、シャワーなどが完備され、スノーピークのキャンプ用品のレンタルもありますので、お手軽にキャンプ体験ができるようになります。この庄内川の大穴群も関の公園の醍醐味ですよね。はい、関の公園の自然を楽しみたいという方に向けて緑の村エリアもリニューアルしています。まず管理棟には観光案内や宿泊受付はもちろん、レストランが設けられ、地場産品コーナーを併設したショップではスノーピークのキャンプ用品も購入できます。とても充実した施設になるんですね。はい、何より広々としたデッキテラスからは大穴群の眺望を楽しめるんです。本当にゆったりした気持ちで関の楽しめそうですね。はい、関のの自然の中で宿泊はしてみたいけれどキャンプまでは難しいといった方々のために多様な宿泊施設を整備しています。まずご家族はもちろん、グループでも宿泊可能なコテージが4棟整備されます。コテージだと気軽に宿泊できますよね。 Wi-Fi 環境も整備しますので、ワーケーションやテレワークにも対応できますよ。そしてもう少しキャンプっぽい宿泊を楽しみたいという方には5台のトレーラーハウスも整備しています。木で作られているので自然との一体感が感じられそうですね。関の公園の自然を目いっぱい楽しんでいただけたらと思います。4月のリニューアルオープンが楽しみですね。皆さんも新しくなる関の公園お楽しみに。都城市の提供でお送りしました。